キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ、はあ、疲れた。日銭を稼ぐためとはいえ、いつまで工事現場でバイトすればいいんだ。まあまあ、親方にもらった肉まんでも食べて元気出しなさいよ。美味しいわよ。肉まん程度で数億の借金を忘れられるなんて、本当にお気楽な女神だな。メリッサへの支払いもあって借金は増えてばかり。寝て起きたら借金が消えてたりしねえかな。もうカズマったらそればっかり。ん？なんか変なのが道端に倒れてる。こりゃもうはやだ。腹減った。なまら腹減った。雷のような腹の音。それにこの獣みたいな耳。こいつは。獣人みたいね。アクセルの町にも何人かいるけど、この子は初めて会う気がするわ。そんなんだかうまそうな匂いがする。腹が減ってるみたいだな。肉まんでよければ食べ。言い終わるより先に受け取るなんて、よっぽどお腹が空いてたのね。手まで食われるかと思った。食ったの生まれて初めてだ。でもまだまだ足りない。仕方ないわね。私のも食べていいわ。すごい勢い。お礼もお代も結構よ。でも命を救ったのは女神アクア様だと後世に伝えなさい。たかが肉まんをあげたぐらいで大げさだな。肉まん、これ肉まんっていうのか。やっぱ外の世界の食い物は一味違うんだな。外の世界？どっか遠くからでも来たのか。ミヤちゃん、どこ行ったの。この声、エイミーだ。おーい、エイミー、こっちこっち、肉まんもあるよ。まあ、食べ物をいただいたのね。うちのミヤちゃんが、どうもすみません。見て見て、エイミー、これ肉まんって言うんだよ。あら、ミヤちゃん、口の周りが汚れてるわよ。拭いてあげるからちょっとだけじっとしててね。それよりもエイミーも肉まん食べてみて。美味しいから。口元を拭いてからね。はい、これでよし。可愛いお顔に戻ったわよ。ありがとう、エイミー。仲がいいのね。二人は姉妹かしら。みたいなものかしら。同じ村で育って、かれこれ10年以上一緒にいるの。申し遅れましたが、私はエイミー、そしてこっちの可愛い子がミーアはミーアって言うんだ。元気な子ね。私はアークプリストのアクア、こっちはただの冒険者カズマよ。カズマにアクア、肉まんありがとな。本当にすみません。そうだ、お礼の代わりにこちらを。これは野菜か。どれもみずみずしいな。大根にアスパラガス、じゃがいもにトウモロコシ、この辺では見かけない珍しい野菜まであるわ。私たちの村、遠く離れた北の大地で育てた自慢の野菜なの。とっても美味しいわよ。ミーアとエイミーは村を出る許可をもらったから、今はいろんな土地を回って野菜を販売してるんだ。
なるほど、それでさっき外の世界と言ってたのか。にしても外の世界のご飯はなまらうまいけ。感動だ。みゆちゃん、ごめんね。もっと野菜が売れればたくさんご飯を食べさせてあげられるのに。あんまり売れてないんだな。もしかして味が悪いってことじゃ。そんなことないわ。味は本当に美味しいの。食べてもらえさえすれば売れると思うんだけど。買え買え言ってもみんなに逃げられるんだ。まあそんな言い方したらみんな買わずに逃げるわよね。とにかく食べてみ。ミーヤのおすすめはトウモロコシだ。お腹が空いた時は生のままよく食ってるからな。それじゃあいただこうかしら。はあ、このトウモロコシ、今まで食べてたものとは別物。すっごく甘いわ。まるで果物よ。おいおい、アクア、本人を前にしてるからとはいえ大げさすぎるって。演技が過剰だな。カズマも食べてみ。なまらうめえよ。じゃ遠慮なく。なまらうめー。ほら言ったでしょ、大げさじゃなく本当に美味しいのよ。アクアの言う通りだ。この世界に来てから食べたどんな野菜よりうまい。こんな野菜が売ってたら喜んでいただけたなら何より。それじゃあ私たちは次の町に。ちょっと待った、エイミー、お前に話がある。そんなに近づかれると少し怖いような。おいカズマ、エイミーから離れろ。ミーヤ、俺はエイミーと大事な商談をしてるんだ。ほら肉まんもう少し食べるだろう。食べる。それでお前たちの村ではたくさんの野菜を育ててるのか。あと他の町に行商とかはしてるのか。ここにある以外にもいろんな種類の野菜を育ててるわよ。でも基本的には手売りだから輸出はしてない。よっしゃー、いける。今度こそいけるぞ。ダグネスとめぐみにも今すぐ声をかけるぞ。ちょっといきなりどうしたのよカズマ。わからないか、アクア。獣人の育てたこの野菜を食べただろ。俺たちがこれほど感動した美味しさだ。絶対に売れる。獣人の村の野菜を俺たちで独占して販売すればあっという間に大金が転がり込むはずだ。ミーヤ、エイミー、移動費はこちらが持つ。だから俺をお前たちの村へ案内してくれ。おう、野菜もなくなってきたとこだし帰ろうと思ってたとこだ。みんなで行くか。北の大地にある獣人の村、寒い道に。これは願ってもないチャンスが巡ってきたな。美味で新鮮な北の大地の野菜、俺は野菜なり金になる。このそば。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。